ポートフランシスはカナダのオンタリオ州北部レーニーリバー地区に位置する都市。魚釣りで人気の場所となっており、魚釣りの競技大会もある。アメリカのミネソタ州と接しており、レーニー湖が狭まりレーニー川となる場所に位置している。ミネソタ州側の都市インターナショナルフォールズとは橋でつながっている。産業はパルプ、製紙業界で町の主な雇用先となっている。住民の 全人口約8300人のうち、およそ2400人がウクライナを起源とするとされる。ヨーロッパ人がスペリオルコの西に入植し、ラベレンドリーを含むフランス系カナダ人の毛川賞が1731年に、ホートセントピエールの街を築いたのが始まり。後に、ハドソン湾会社の交易所ができ、 この土地に数年間滞在したハドソン湾会社の総督ジョージ・シンプソン教の妻、フランシス・シンプソンの名をとって、この入植地は、フォート・フランシスと名付けられた。2001コミュニティプロファイルズ、コミュニティハイライツフォート・フランシス。2008年5月22日閲覧。ありがとうございます。